デスノトリアスン放課後お茶会ラジオ。皆さんこんにちは。テレビアニメ笑うアルスノトリアスン、アルスノトリア役の久野美咲です。始まりました第2回。まだオープニングのこの入るタイミングがちょっとわからなくて、今ディレクターさんと目を合わせながら頑張ってやりました。はい、今回も作品をご紹介しつつ、ゆったりとお茶会をしている雰囲気でおしゃべりをしていきたいと思います。皆さん毎日暑いですね。暑い日が続いていますけど、夏バテとかしてませんか？大丈夫ですか？私が演じるアルスノトリアは匂いに敏感な女の子なので、ちょっと日常でいろんな匂いを意識しながら過ごすようにしてるんですけど、私すごい最近落ち着くなっていう匂いがあって、ベッドの物を置くところあるじゃないですか。伝わるかな？ベッドのさ、頭の方の縁の側にそう物を置くところがあって、そこにアロマオイルを垂らせる陶器？石？なんかちっちゃい置物を置いてて、そこにアロマオイル垂らしてるんですけど、あれお家で見てきたんですよね。なんだっけ名前、あ、ベルガモットとスイートオレンジと、あとなんだっけ、サイプレスだったかな。ごめんね、リチャ、ありがとう。そう、他にもなんかもうちょっとブレンドされてたんですけど、それがねすごい、いわゆる柑橘系の香りで、全然匂いは強くないんだけど、こう数滴垂らすとふわっとほのかに柑橘系の香りが漂って、すごいねぐっすり眠れるんですよ。柑橘系の香りだから、なんとなく気持ちいい、こう暑さも和らぐ感じがして、もしね寝苦しいなって感じてる人がいたら、ぜひぜひ試してみてください。すごいぐっすり眠れますよ。前回はですね、メル役の花井美春ちゃんと二人でトークしました。美春ちゃんの普段アフレコ現場では知られないようなちょっと面白い部分を知ることができて、私もすっごい楽しかったです。そしてですね、今回なんとゲストが2人も来てくれてます。3人でお話しするとどんな雰囲気になるんでしょう。初めてですからね、早速お二人とゆっくりお話しできたらなって思います。それでは始めていきましょう。笑うアルスノトリアスン放課後お茶会ラジオ、本日もそろそろお茶の時間です。スンスンスン。笑うアルスノトリアスン放課後お茶会ラジオ。改めまして、笑うアルスノトリアスン、アルスノトリア役の久野美咲です。そして今回のゲストはこのお二人です。皆さんこんにちは、ピカトリクス役の雪村えりです。皆さんこんにちは、アブラメリン役の松井恵理子です。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。久々だね。会うのがすごい久しぶりで、ですよ、春ぐらいだったのが。そうそう、ちょうどね、セイグラさんの撮影とか、動画の撮影をね、1日でやらせていただいたんですが、その時以来かなって話をラジオ前に話したりなどしていましたが、そうなんですよ。私たち魔法学園放送部っていう配信番組で何回か出演させていただいてるんですけど、エリちゃんとはこうラジオ自体で話すのも初めて。初めてよね。あ、すごい新鮮。すいません、オープニング一人のはずなのにめちゃめちゃさっさくさっさくさっさ、なんでしょう。
妖精さんがね、妖精さんがささやきで入りたくなっちゃった。めっちゃ助けてくれ、ありがとう。私もう今正面にエリちゃん座ってるんですけど、うん、エリちゃんの顔ガン見してね、なんだっけなんだっけって言ってたから。いやありがとう。ちょっと2人と話しするの楽しみにしてきました。まっちゃんと私ラジオやるのがすごい久しぶりなの。めちゃめちゃ久しぶりだよね、うん、そうなんですね。昔本当にちょっとだけ2人でやったこととかあったんだけど、あのね、はい、8年くらい前だった。アニメの、はい、それもアニメのラジオで、あのね、一応名目上は、はい、まっちゃんと私2人でパーソナリティってやってたんだけどね、うんうん、私当時本当に何にも喋れなくって。そんなことないよ、まっちゃんが全部ね、はい、華麗に回してくれたのよ。おーすごい。あ、じゃあもう現在のそのアルスノトリアとアルブラメリンの関係性の感じがもう出来上がっていたってことなんですかね。そうなのかな。いや全然、でも本当にくのちゃんはあの自然体で一番こうパワーを発揮する。オープニングもそうですけどね、もうすでにくのちゃんがもうアロマテラピーみたいなところがあって、ました多分ね、みんなもうあのこのオープニングをまた寝る前に聞いて安眠できると思うんですよね。開始2分で眠れると思う。本当に、みんな寝ないでちゃんと最後まで聞いてください。ちゃんとね聞いてくれると思いますね。ちゃんと聞いてくれる。本当癒し効果がすごいですからね。本当にいつもまっちゃんには助けてもらってます。いやそんなことないよ。全然ですよ。でも本当にあのくのちゃんがさ、あの雪村ちゃんのことをエリちゃんって呼ぶからさ、同じ名前だからちょっとビクってなる。そうですよね。そうエリちゃん、私まっちゃんって呼んでるけど、そうだよね、エリコさんだもんね。そうなんです。こうがねついてるかついてないかの珍しい。漢字も一緒なのは結構さ珍しいんだよね。嬉しい。大体理が違うんですよね。そう、里になってったりとかするから、はい、なんか運命感じます。そうなの。だから最初にお名前見た時に、あ、すごい同じ名前の感じだと思って、はい、すごい印象に。そうそうそう、残ってた。よかった、エリって生まれてきて。こちらこそありがとう。同じエリで。そんなお二人のエリさんが演じてるキャラクターについて、はい、あの早速ね紹介していただきたいと思いますよ、はい、じゃあまずは雪村のエリちゃんからお願いします。わかりました。私が演じていますピカトリクスさんはですね、自称あのセレクトと呼ばれているクラス委員長を、うんうん、はい、自称しておりまして、あのですわとかお嬢様口調が主流というか、いつもは普段はこうやって喋っているんですけれども、うん、ちょっとパニックってしまったりとか、はい、カチンってきたりとかしてしまうと、うっかり抜けてしまうところもある、ちょっと可愛らしい子で、うんうん、スコーンにはクロテッドクリームを先に塗る派というキャラクターです。はい、個人的にそのビジュアルもブロンドの縦巻きで、はい、ザ・お嬢様みたいな形で、でもちょっと可愛らしい部分が見えるっていうのが、どう演じたらこの子の可愛さを出せるんだろうってすごく悩んだ部分でもあるんですけど、うんうんうん、元からなんだろう、強がったりとかしてるその部分とかが可愛らしいなって感じていたので、うんうん、全力でそのお嬢様を演じつつ、ちょろって出てくる可愛さも頑張って出せたらいいななんて思いながら演じさせていただきました。あの個人的に逆ハの字っていうんですか、うん、困り眉っていうか、ね、そうですそうです、あれのが好きです。可愛いよね。ふとした時に出る巣みたいなのが、うん、ギャップをすごい感じて、めちゃくちゃ可愛いキャラクターだよね。でもすごく雪村ちゃんの声がさ、気品がもともとあるよね。そうなの。だからそこになんか可愛いところ入ってくると、すごくいい塩梅だなって思いながらいつも聞かせてもらってて、すごいめっちゃ合ってる。雰囲気にぴったりね。本当になんか世界観にすごい溶け込んでて、いいとこめちゃめちゃ出てるなって思いながら一緒に収録してたな。なんかアフレコで印象に残ってるディレクションとかあったりした？
アニメではやっぱりゲームよりも素の部分が多く出るよっていうのはちょっと元からスタッフさんとか聞いてはいて、だからこそなんだろう、淑女としての務めを果たすっていうのはやっぱり彼女の目標とか芯にある部分なので、それは残しつつなんですけれども、そちらというよりかはその可愛い部分をやっぱ多めに出てる分、その彼女の素の部分というかその違う魅力も両方楽しんでもらえたらいいなっていうので、なんかはい頑張って頑張って演じようっていう風に感じというか意識を持って。結構繊細な作業だよね、あの塩梅がさ、強く行きすぎるとちょっと高飛車すぎちゃうし、なんか可愛すぎるとそれはそれでちょっと淑女感が薄れちゃうしみたいなところがね、難しいよねすごく、見事なバランス、すっごい素敵なキャラになったなって。ありがとうございます。感じてましたよ。泣いちゃう。はい、続いてはですね、はい、アブラメリンの紹介をまっちゃんお願いします。はい、私松井恵理子が演じるアブラメリンは文武両道の努力家で、クールな物言いだが情には熱い、スコーンにはジャムを先に塗る派とね台本には書いてありますが、まあしっかりした人ですよね。本当にあのエリートって言っていいんじゃないかなっていうね、勉強もその魔法とかも全部パーフェクトにできちゃうみたいな感じのとこがあって、まあちょっとやっぱり完璧主義者な感じがあるので、おそらく近寄りがたさはあるんですけど、やっぱ第五寮のみんなとはすごく仲がいいので、そういうアニメでは結構優しいところを結構距離近い感じをもうちょっと出してほしいみたいなディレクションがねあったりとか、初回の時にあったりとかして、まあことさらね鳥にはもう甘々なのって、そうなんだ、ね、本当に優しいのアブちゃん、本当にねもう可愛がってるっていうのもありますし、甘やかしてくれる、でもねピカトリクスとはなんかすごいちょっといい感じの喧嘩をしてる張り合ってる感じがあって、ちょっとそこで子供っぽさみたいなのが出てるのがまた可愛らしいなっていう、魅力的なキャラクターですねすごく。まっちゃんはアブちゃんとなんか似てるなとか、ここ似てないなみたいなとこあったりする？でも私とは結構真逆だと思いますね。いやなんか結構いろいろその役柄としてはしっかりした役をやらせていただくこと多いんですけど、私自身はもう結構なあなあなあそんなことないですよね。もう清廉潔白ですごいなみたいな気持ちで、アブちゃんはもうなんか 見習わないとみたいな感じがあってね。でもあれ反応が。でもあの私がそのアフレコ現場とかで難しいかなんか言葉というかイントネーションとかもいろいろ難しい言葉とかあったじゃないですか。でだからお隣に松井さんが座られてることがほとんどだったので、ってやって言うと本当に優しく教えてくださったりとか、あとなんかさっきも雪村が説明してる時にひょって補足みたいな感じで、なんかスンって入れてくださるのがザ・アブラメリンさんじゃないですか。いやいやでも一つ訂正させてほしいのはそのアフレコでね、はい、雪村ちゃんがねこう聞いてきてくれるんだけど、私もわかんないからふわふわした声でしかごめんでもやっぱり音感さんに聞いた方がいいかもって最終的にやってるから恥ずかしい、ごめんね役に立てなくて。全然私もすごい助けられてて、まっちゃんにはなんかアフレコ現場でお茶会してるシーンとかも多いし、休憩時間はなるべくみんなで話した方がいいかなと思って、こういつも唇は切るもののあまりさ私会話上手じゃないからさ、うまくこう話題提供みたいなのがあんまり得意じゃないんだけど、だからそういう時にやっぱりすぐまっちゃんがこう助け舟出してくれたりして、それでなんか会話がみんなとの会話がスムーズになったりしてたから、まっちゃんがいるだけですごく私は支えられてた。いやそんな私は逆に、その最初自分から唇を切るのが結構苦手な方だから、ふうのちゃんが唇を切ってくれたから大切な
大切な会話の種をこう水をまいて大事に育てたいその種めっちゃちっちゃかったいやいやそんなことないですよね。本当に嬉しかったです。私もなんか話さなきゃ話さなきゃって思ってたんですけど、うん、なかなか世間話ということをしてこなかったというかなんていうんでしょう、人と難しいよねなんかね難しかったので、このさんがいろんな話を、うんうん、言ってくれたことによって、そして盛り上げてくださることによって、私はうーんもうおんぶに抱っこ状態で、いやいや、はい、その空間を楽しませていただいていたので、いやでもゆきむるちゃんはすごいいいリアクションをくれるから盛り上がってくる、うん、リアクション大きかったか、そう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 、何でも楽しそうに聞いてくれるからいや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 、本当に楽しかったので、本当に休憩中はずっと喋ってたよ ね私たち結構ね、その何話してたっていうのはね、もう忘れちゃうような、うん、本当に世間話なんだけど、うん、本当に女子会みたいな感じの雰囲気の、そうそうそう、本当に現場でしたね、うん、楽しかったね。ですね、はい、先日第2話と第3話が放送されたということで、うん、はい、なんとですね、感想のメールを送ってくださった方たちがいるんですよ。ありがとう。少しになっちゃうんですけど、ちょっと読ませていただきたいと思います、うん、まず2話の感想からですね、はい、ペンネームショコラさんからいただきました。第2話拝見しました。今回も5人の可愛さ満載でしたね。トリが最初のシーンでアホ毛を直しているのが可愛かったです、うんうん、本人もちゃんと気にしているんですねまたトリのお着替えは意外でした。オープニングを見ると変身となるのかと思ってました。確かに。そして防除係の仕事はメルだけ一人別世界でした特にトリをピカとアブラメリンが引き上げている時、反対側からメルがただいまと帰ってきた時のピカのえの顔が爆笑でしたこっちはこんなに苦労してるのに嘘でしょみたいな顔してました、うんうん、係の仕事中に野いちごの匂いが分かるとは鳥さすがです、ね、みんな係の仕事や騎士の話をしつつも野いちごをパクパク食べているところを見ていると女の子だなと感じました。虫一匹かっこ本物じゃないでみんな取り乱しているのを見ると騎士と出会ったらどうなっちゃうんでしょう、心配です。逆に今は弱さを見せてこれからの成長への布石みたいな感じですかね。今後も5人の成長と可愛さ、新キャラ楽しみにしてます。だそうです。ありがとうございます。2話の説明全部していただいて本当に丁寧なメールをいただきまして、嬉しいです。トリのお着替えシーンありましたね。ね、確かに言われてみれば、うん、魔法で一発チェンジしないんですね、うん、苦心してるようなシーンで、うん、あのアフレコの時も音響監督さんから戸惑ってるような息アドリブお願いしますっていう風に言われたので、ね、かなり細かくね、そうそうそう、もう全部のカットに入れてってくださいっていう感じで、うん、でもトリは結構そういうの多いよね。お茶の時もさ、こう蓋開かないとかさ、うん、結構そういう息アドリブみたいなのが多いからね、毎回可愛いなって思いながらちょっといろいろ戸惑っちゃう。そう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 、ね、そういう時にね、アブちゃんとピカちゃんがいつも助けてくれるそうですねそう、ね、ピカちゃんのあのえっな顔がね本当にそうなんです。あのアフレコ時に、ま、そこそこ絵は完成していたじゃないですか、うん、でもちょっとだけやっぱどういう感じでメルが来たのかっていうのはまだ私もわからない状態だったので、うんうんうん、あの実際のそのアニメの本編見た時に、うん、おこっちから来んだみたいなすごいなみたいなおっていう感じだったので、あこれは確かにピカちゃん驚くなって思いましたし、うんね、何も感じずなんか集中したみたいなアブさんが言ってきたのも、アブラメリーもできるんだろうねなるほど。だからそう結構多分メルと対等に話してることが多いんで、はい、運動神経的に同じだから、はい、まあ自分もできるんで特に不思議に思ってないんじゃないかなって思いながらやだ。ちなみにさ、うん、2人は高いところ平気？あれぐらいの防除係が飛び降りるぐらいの高さどう？
好きです、やりたい、バンジー、はい、バンジーやりたい。あ、でも高いところは好きだけど、うん、ここから自分の意思で落ちれるなっていうところはちょっと怖いんだよね。なんかガラス1枚あったりとか、ちゃんと柵があったりとかすればいいけど、柵がないとダメなタイプ。ちょっと高所恐怖症なとこある。なるほど。ジェットコースターとかは？あ、好き。登ってる時が一番怖いの。なんかゆっくりじゃん。ゆっくりで周りのいろんなものが見えちゃうから、落ちちゃえばなんかスピードがあるから楽しいんだけど、なんかそういう不思議な、そう。いやでもそういうのありますよね。あ、え、私はテレビとかで、うん、綱渡りしてる人とか見るだけで手汗かいちゃう。ドキドキしちゃう。あーってなる。手汗かく。あーってなっちゃう。人がやってるとこ見るとそわそわしますよね。足がすくんじゃう。エリちゃんはバンジージャンプやりたいの？そうなんですよ。できればいろんな高いところから飛び降りてはみたいんですけど。すごいな。経験はあるの？ないんです。そうなんだ。なんかみんな友達に行こうバンジーって言うんですけど、うん、え、やだって言われちゃって、うんうん、あれ一人で飛ぶのもなみたいな感じなの。なんかバンジーの高さが絶妙に怖いかも。私スカイダイビングはやってみたい人なんだけど。え、すごいね。そう、なんかもうあれだけ高かったらもうあんまよくわかんないからでも空を飛びたいという気持ちはあるから。そうそう、バンジーぐらいだとなんか反動とかが怖いなみたいな。骨砕けそう。砕けないんですけど、なんかね、やったことないから。そうそう、そみんなすごいよね。だから ね、 ね、 すごいね。鳥の反応が普通だなって思いながら。そうでした。鳥は怖がってました。可愛かった。、はい、そう、虫がね、うん、本当は精霊さんでしたということで、ね、よかったよね。よかったですよ。可愛い精霊さんで叫んじゃってごめんねって感じですよね。本当に最後 の、 あのお腹の虫みんなで戦ってるのもすごい微笑ましかったね。可愛かったよね。そんな庭でした、はい。続いては3話を振り返っていきたいと思います、はい。こちらもお便り先に読みますね。はい。ペンネームフォーレスさんからいただきました。久野さん、雪村さん、松井さん、こんにちは。こんにちは。笑うアルスのトリアスン、毎週楽しませていただいています。3話はトリオを持って行動する第5寮のみんなが微笑ましくて癒されました。私はピカトリクスとアブラメリンの言い合いが好きなのですが、同じことを考えて鉢合わせてしまうのは気が合っている証拠ですね、うん。またダイアルベールの登場にも驚かされました、うんうん。次回はどのペンタグラムや騎士たちが出てくるのかと、これからも楽しみです。だそうで、ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんです、3話では冒頭でね、うん、トリのスンスンが、そうなんです、匂いが分からなくなってしまうというお話だったんですけど、ね、そう、トリの嗅覚を取り戻すために、うん、第5寮のみんなが奮闘してくれるお話でしたね、うんうん。結構終盤になってみんなが、うんうんうん、匂いのきついものを持ち寄ってきた時ね、持ち寄ってきて、うん、食療法みんなしてこの布巾をつけてやってるのがなんかなんとも愛らしくって、メルちゃん途中で鼻おかしくなっちゃってるしそれがすごい可愛いですし、5人の愛を感じた、ね、絆がね、はい、強いというか ね、 本当ね、鳥のためにっていうのがねすごいよくわかる、はい、みんな一生懸命だし、はい、とこがね、仲良しなのがすごい伝わってきたお話だったよ ね、 ね。そうそう、その臭いもの集めをしてる時かな、はい、2人が、はい、あの鉢合わせて、うん、あと購買部でも鉢合わせてたよね、うん、よく会いますね。気配しますね。あれって不本意なんですけど感じでしたけれども、うん、なんだかんだやっぱそのお姉さんポジじゃないですか、2人。だからなんか思考回路もちょっとやっぱ似てるからこそ
ちょっと喧嘩しちゃったりとかしてるから、ね、なんかニコイチっていうか、うん、夫婦みたいな思考が似てきてるみたいな。そうですよね。この二人のね、うん、関係性について、うん、普通歌送ってくださった方がいて、ありがたいです、はい、それじゃあ今読んでみたいと思いますよ、はい、お願いします。ペンネーム家族がみんなプロデューサーさんからいただきました。ありがとうございます。すごいありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。本日のゲストの雪村さん、松井さんが演じるピカちゃん、アブちゃんはことあるごとに言い合いというか、うん、主にピカちゃんがアブちゃんに張り合ってるようにも思いますね。でもそんな2人ですが、喧嘩するほど仲がいいのか、2人の一緒の描写がアニメでもよく現れます、うん、ピカアブちゃんのアフレコ現場はどんな感じでしょうか。お二人で掛け合いの収録したことはありますか。あと雪村さんから見たアブちゃん、松井さんから見たピカちゃんのそれぞれの印象を教えてほしいです。くのちゃんはピカアブちゃんのコンビを見ていての感想をお聞かせくださいということで、ありがとうございます。ピカアブだって。ピカアブそうやってもうコンビ名がピカアブ、ピカアブちゃん、どうでした、アフレコは2人でもね。アニメの時は結構ほとんど掛け合いとかしっかりやるところは一緒にね、はい、収録したりとかして、はい、でも一番やっぱいいとこ出てるのはボイスドラマな気がするよね。気がします結構もう二人芝居でみたいな感じで、はい、ずっと二人でてか主にピカちゃんがピカちゃんがねわちゃわちゃしてくれてね、それをなんか冷静に見ながら、そうなんです、なんかセリフ量がおかしいんです、なんか比率がね大変だなって思いながらそうなんです。いつもピカちゃんがなんかねわーっていう感じだよね、パターン的には。で結構アブラメリンがね、うん、ちょっと天然たらしっぽい感じがあるよね。あーだからか、なんかたぶらかされてる気がしました。ちょっとなんかね私は台本読んでてあれピカちゃんのことたぶらかしてるまあ本人そんな気ないんだけど、その思ってること素直に言っちゃう人だから、そのピカトリクスの認めてる部分も本当にはっきり素直にいつものトーンで言うから動揺しちゃうみたいなピカちゃんがそうなんです。そこがねめっちゃ可愛くて、でそれをまた恥ずかしいからわーって言ってくるんだけど何に怒ってるのか分かんないみたいな、この温度差の対比っていうのがねめちゃめちゃ可愛い。そんなところあるもんね。そうなん、ちょっとあれちょっとそこじゃないよみたいなところずれてたりとかね、普段はしっかりしてるんですけど緊張感のない日常とかだと結構ねそういうとこ出てきて可愛いなみたいなずるいところですよ。エリちゃんがすっごいいい顔してます本当なんかいつも頑張って頑張ってるのにやっぱなんか一枚上手で来られちゃうので、くってくって思いながらも、でもなんかその先ほどもう全部言ってくださってたんですけど、うん、ちょっとデレをくれるんですよデレがあるめっちゃ嬉しそうデレをくれた時になんか、キュンって自分はしちゃうんですけど、うん、それを隠して私は何ですの何ですのって言わないといけないので、ちょっとそこは大変な部分でした。いやもうクノはアフレコ現場からアニメオンエアからずっと2人のやり取りをもうごちそうさまですって感じで、ね、仲いいからこそ、うん、じゃれ合えるというか、うん、やっぱりさ距離感近くないと言えないことってあるじゃない。そうよね、2人はやっぱりもう通じ合ってるんだなって、うん、いつも思って見てますよ、うん、とそんなね2人のやり取りもありましたが、3話でラストでね、はいはい、あのみんなで枕投げみたいなことをやってる時に、うん、ついに鳥の嗅覚が戻りまして、本当に皆さんのおかげでねハッピーエンドでしたけど、よかった、やっぱお日様の匂いは偉大なんやな、お布団の匂い ね、最高ですね。いい匂い。感想メールあのご紹介しきれなかったんですけどたくさんいただいたみたいで、本当に皆さんありがとうございます。ありがとうございます。引き続き私たちへの質問、アニメの感想などあなたからのお便りをお待ちしています。笑うアルスナトリアスン放課後お茶会ラジオ、今回はこちらのコーナーをお届けします。スン、こんな匂いを感じました。
あなたが日常でスンとなってしまった匂いにまつわるメッセージを募集、うん、日常で感じたちょっと怪しげな事件の匂いこんな匂いが好きなど匂いにまつわるメッセージなら何でも OK、 どんな匂いにまつわるメッセージが届いているのでしょうか、紹介していきましょう。あ、記念すべき初コーナーですよ。そうなんだね、やったー。じゃあ早速紹介しますね、はい、ペンネームルシオさんからいただきました。くのさん、ゆきむらさん、松井さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。私が好きだった匂いは、うん、学生時代にプール終わりなどに感じていた匂いです。わかるなんとなく夏という感じの匂いで大変好きだったのですが、うん、学校に行かなくなってからはプールに通うこともなく、うん、しばらく遭遇していないなと今このメールを書きながら感じていました。皆さんは夏といえばどんな匂いを思い浮かべますか？だそうですよ。でも確かにそのプールの塩素の匂いって言えばいいのかな、ああいうなんかちょっと消毒の感じの水の匂いって確かに夏って感じするよね。小学校の学校にプールあった。うん、2人は、はい、高校まであったよ。そうなの、はい、そうありました。じゃあ割と最近まで、あ、そうでも最近広く言えばさ、最近かなえ、割と入ってた？プールは学校でも、うん、入ってた ね、 ですね。なんか、まあ、結構前になっちゃうけど、うん、一時期ジムでもプール行ってた時期行ってたんだ、すごい。あったからもうだいぶ前ですけどそう、そういう時にねプールの匂いすると。そうですね、私も姉となんかひたすら泳ぎたいっていう話になりまして、なんかプール行ったんですけど、流れるプールとかいろいろ楽しいのあるじゃないですか。無視して25メートルのだけのところ行ってなんかガチでクロールをして遠泳みたいななんか謎に疲れたから帰るかって言って帰った記憶があります。だからお姉さまとエリちゃんどっちが勝ったの？どっちが勝ったんでしょう。本当に個人で、うん、本当に一緒に来たってくらい離れて、うん、己との戦いだったのねもうどこまで行けるかみたいな。そうじゃなかったんだ。そうなんだ何しに行ったんですかね本当にでもいい運動だよねやっぱ水泳はね。なんか夏といえば、うん、水というかその雨の匂いとかって夏っぽいんですかね。でも梅雨とかもやっぱ初夏だからね、うん、ジメジメしたなんかコンクリートとかに染み込んだ匂いとかするよね、うんうんうん、はい、なんか確かに水系がやっぱ夏っぽいイメージなのかなと思いますけど、うんうん、あとはあれかな、蚊取り線香の昔ながらのさ、この渦巻いた煙が出るやつの匂いとかはやっぱちょっと新章風景みたいなところあるよね。あの豚さんのさ、お獣とかさ、風情があるよね。行きたいな、なんかどっか夏をまだ感じてないんですよ。あ、そうか。なんか今年の夏を感じる何かをしたいなってちょっと今思いました。あれは花火とかは？確かに。花火いいですね。火薬。火薬の匂いがね。結構花火の匂いとかも好き。いいよね。浴衣着て5人で囲んで、あ、やりたいですね。いいねやりたい。夏らしい、うんうん、なんかアニメでも見てみたいよね。確かにね、キャラクターたち5人がさ花火やってるところとか、いつか見れたらいいな。あ、もう1つありますね。ペンネーム前髪にグミついてましたさんからいただきました。ありがとうございます。大丈夫ですか？聞かなかった取れたベタベタ、はい、早朝の外の匂いが好きなのですが、皆さんはどうですか？わかるよ。あ、本当ですか？わかる。結構早朝もそうだし、はい、夜になった時の匂いもそうだし、あと季節の変わり目もすごい感じるから匂いを。外気のってことだよね。そう、外気なんか風の匂い、うん、そうだからそれで結構季節感感じるっていうか、なんか大人っぽいね。大人っぽいですまあなんか一番わかりやすいのは結構冬で、うん、キンとした感じのちょっと鼻の奥ツンとくるような
寒さでとかで埃とかがもうないっていう感じの、そういう空気感とかすごい好きだから、朝はなんかそういうのにちょっと近い感じあるよね、爽やかで。あ、そうか、まっちゃん早起きするの？早朝全然あれあれで、まあ最近はそうでもないけど、うん、なんか夜中ずっと起きてて、うん、朝になっちゃってみたいな時とか、うん、あ、うん、朝だなっていう、そう、窓開けると匂いで感じるみたいな鳥の声するよね、朝って。そう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 、なんで鳥を朝鳴くんだろうって確かに早起きだもん。確かにそうですね。エリちゃんはどう？早朝の匂いとか感じたことある？全く全く感じたことがないんですよね。すべての空気は同じじゃない？あ、まあ、同じっちゃ同じだけど。そうなんだ、ね、季節の違いとかわかる？あ、でも秋って金木犀の香りしますよね。好き、金木犀の香り、ね、なんかそういう感じが風に漂ってくるのかなみたいな。ちょっと今雰囲気で話してますけど、いやでも確かに金木犀が香ってくるとすごい、あ、秋だなって気持ちになるよね。そうなんですね、うんうん、私季節一番秋が好きで、あの秋の始まりが好きなの、うん、なんか夏から秋に変わる感じの空気感がすごい好きで、うんうん、そう、めっちゃわかる気持ち。ちょっともうちょっと空気に身をなんて言うんでしょう、研ぎ澄ませて四季を感じて、四季を感じて最近四季も乱れてきてるからねそうですよね、全然今年春もあんまりなんか短かったイメージだったんで、ね、すぐなんか梅雨が入ったと思ったらすぐ真夏っぽくなったよ ね、かと思ったら梅雨戻ってきてるみたいな感じでね。いいな、どういうどの空気が一番落ち着くんだろうっていう自分の中で探してみたくなりました。いいですね、このコーナー。もしさ、また今度ゲスト来ることあったら、はい、教えて、好きな匂い。頑張ります、宿題が頑張らなくていい聞いてみたい、エリちゃんの好きな匂いを、はい、嗅いでみますね、うん、改めてね、こう感じようとするきっかけになるのはすごいいいことだよね。素敵なコーナーだね。今回メールの紹介は以上になります。引き続き、あなたがスンとなったいろんな匂いの話お聞かせください。笑うアルスノトリア、スン、放課後お茶会ラジオ。続いてはこちら、本日のお菓子の代わりになるトーク。お茶会のお菓子の代わりになるような美味しい、かっこ盛り上がるトークテーマを募集、うん、作品の舞台になっている英国からイメージするもの、美味しいお菓子の情報など上品なトークテーマを送ってもらってトークしていくだけのゆったりコーナーです。なるほど、はい、実はですね、うん、本日のトークテーマは前回みはるちゃんと2人で話してたクロテッドクリームについてメッセージが届きましたので、ご紹介したいと思います。お願いします。ペンネームわっしょい侍さんからいただきました。わっしょい第1回のラジオで話題になっていたクロテッドクリームについて調べました、うん、ありがとうございます。クロテッドクリームとはイギリスのデボン州、うん、コーンウォール州で伝統的に作られている乳製品で、うんうん、バターよりさっぱりしていて、うん、生クリームよりコクのある濃厚な味のクリームだそうです、うん、代表的な使い方はアニメでもおなじみのスコーンに塗るというものなのですが、うん、それ以外にもパンケーキに塗って食べたり、うん、カレーやシチューなどの煮込み料理の隠し味としても使われるそうです。またスコーン、ジャム、クロテッドクリーム、紅茶のセットのことをクリームティーと呼ぶらしいですよ。そうなんだ、知らなかった。知らなかった、すごい、めちゃくちゃ調べてくださった、ありがとうございます、丁寧に。ちなみに2人はクロテッドクリームについて知ってました？あ、知ってはいましたね。
食べたこと食べたこともありますね。すごい。そうなんですよ。さすが淑女って感じ。違うのよ、違うのよ。実は昔別の作品でスコーンが出てくる作品があって、そこになぞらえてこうスタッフさんがこう差し入れてくださったというね、なんとことがあって、そうだったんだ。スコーンといえばクロテッドクリームだよねっていうのは結構おなじみな気持ちではあったんだけど、本当にバターよりさっぱりしてて生クリームよりコクあった？でもね、美味しかったことは覚えてる。なんかうまく言い表せないけど、でも確かにしつこさがない感じ、しつこさないのにちゃんとしっかり味がするから、なんか不思議なクリームだなと思いながら、そう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 、でも美味しかったですね。食べてみたいね、りちゃん。食べてみたいでしょ。全然なんかし、やっぱりいろいろ出てくるじゃないですか、ビクトリアサンドイッチとか、うんうんうん、そういうのでなんだろうって思って軽く検索してその場の現場では向かっていたんですけど、いざこうやってクリームティーとかそういうなんか細かくまではやっぱり知らなかったので、いいなと思いましたし、もっとなんかあった、お腹すきますね。お腹空いちゃうよね。お腹すき話してるだけで。そうなんですよ、紅茶とか私結構好きなので、なんか何飲むの？本当になんか私がファンの方々に紅茶好きとか言うとプレゼントしてくださったりもして、はい、なんか他国からいただいた紅茶も、すごい海外のなんかあと和紅茶みたいな形で、はい、あって、なんかそれを贅沢にすごいたくさん使って煮込んでミルクティー作ったりとかしたりとかすると、いい、私甘さは控えめのが好きなので、ちょっと苦味があるくらいまでのもので飲むと、すごくあの香りというかすごいして美味しくって、そうやって飲むのが好きなんです。めっちゃ女の子って感じがする、ね、宿女ですよね。後ろにねピカちゃんが浮かぶ、本当ですか、嬉しい。そう、紅茶は本当にすごく好きで、なんかダージリンとかセイロンとかあるじゃないですか、はい、だからなんかいろんな本当に紅茶この機会になんか飲んで、お菓子もスコーンとか買って食べてみたいなって気になりました。あるよね。いや、それこそさ、はい、今結構アフタヌーンティーってインスタ映えとかで流行ってるからね、こう第5寮のみんなで行けたらいいのになみたいなものはあるよね。あのセイグラの撮影の時にさ、うん、はい、私たちの目の前に、あ、そうそうそう、すごい美味しそうなさ、はい、いわゆるそのアフタヌーンティーのセットみたいなの、うん、置いてあってさ、すっごい美味しそうだったよね。そうなんですよ、あれ本物だったんですよ、しかもわざわざ買ってきていただいてお菓子をちょっといただきましたよね、ちょっとだけ終わった後にね。そう、アニメ本編にもいろんなお菓子出てくるからさ、食べたくなるよね本当に。本編で見たときすごく絵が綺麗で、すごい美味しそうじゃなかったですか、なんか目玉焼きとかも、すごいそれ、3話のあれだよね、みんなで朝食食べてるシーンの、そうです、そうです、すごい美味しそうで、美味しそうだよね、おしゃれだった、食べたくなりました。本当にあれをね、ちょっといい時間に見せられるとそうですよね、なんか食べる子、あー美味しそうなやつ見せてくださってるんですよ、画像をね、今ちゃんだったんだ、あれ、そう、本当だちゃんと見てなかった、かわいそうだね。サラダもおしゃれだよね、なんか、お花ですかね、ねえ、食べられるお花とかあるもんね。本当にこのアニメは、私たち結構お茶会をしてるシーンも結構多くって、もう見てる人たちにも一緒にお茶飲みながら見てもらいたいなって思うぐらいの、ね、ちょっとリラックスしてね、見てもらえたら嬉しいよね。のほほんとしてますので、皆さんもね、紅茶片手に、お菓子片手に優雅だわアニメの方も楽しんでいただけたらと思います。お願いします。はい、ということで、そろそろお時間のようです。引き続きお菓子やお茶の情報、お茶会で盛り上がりそうな上品なトークテーマなど、たくさんのメッセージをお待ちしています。
スノトリアさん、放課後お茶会ラジオ。笑うアルスノトリアスン、インフォメーション。笑うアルスノトリアスンからのお知らせをお伝えします。まずはアニメ放送情報です。テレビアニメ笑うアルスノトリアスンは毎週水曜日放送中です。東京 MX では23時、 BS 日テレでは24時、 ATX では21時30分からの放送となっています。さらに各配信サイトでも順次配信開始となりますので、詳細はアニメ公式サイトをご確認ください。続いてブルーレイ情報です。笑うアルスノトリアスンブルーレイの発売が決定いたしました。全5巻構成となっており、1巻は9月21日水曜日に発売予定です。特典としてゲーム笑うアルスノトリア内使用可能シリアルコード、オープニングノンクレジット映像、ボイスドラマ第1話から第3話オーディオコメンタリーを収録予定です。続いて音楽情報です。花歌かっこ第5寮が歌うアニメのオープニングテーマ始まりへと続く場所、そしてクルッポが歌うエンディングテーマ With You が各音楽サービスにて配信中です。ポニキャン YouTube チャンネルではノンクレジットオープニングとエンディングが公開中、ぜひこちらもご確認ください。続いてはオリジナルボイスドラマ情報です。毎週水曜日23時30分よりオリジナルボイスドラマを公開しています。各話の前日談や後日談、あのシーンの裏ではこんなことがといったアニメ本編をプラスアルファで楽しめる内容になっています。ボイスドラマ全12話すべて笑うアルスノトリアスンシリーズ構成脚本を担当している後藤みどりさんの書き下ろしとなっています。公開後1ヶ月限定の配信となりますので、チェックを忘れずに今後の更新を楽しみにしていてください。続いてフィギュア情報です。全高約10センチの手のひらサイズデフォルメフィギュアネンドロイドシリーズよりネンドロイドアルスノトリアが登場。現在ご予約受付中です。衣装はゲーム笑うアルスノトリアでおなじみの戦闘服。ぜひお手元で自分だけのアルスノトリアをめでていただければ幸いです。はい。さらにポップアップパレードシリーズより現在アルスノトリア猫王国バージョン、ショーアルベール猫王国バージョン、ピカトリクス猫王国バージョンのご予約も受付中です。メル・アブラメリンも制作進行中ですので、続報をどうぞお楽しみに。各商品詳細はグッドスマイルカンパニーの公式サイトをチェックしてみてくださいね。以上、笑うアルスノトリアスンからのお知らせでした。お送りしてきました笑うアルスノトリアスン放課後お茶会ラジオ、そろそろお別れの時間になってしまいました。番組ではメッセージを募集しています。コーナーへのお便りや作品ラジオの感想などは番組ホームページのメールフォームからもお送りください。そしてですね、あのラジオの感想はツイッターでもつぶやいていただけると嬉しいです。番組のハッシュタグは、シャープ、放課後お茶会ラジオでお願いします、放課後お茶会ラジオのラジオはアルファベットで RADIO でお願いします。この番組は隔週水曜日の配信です。次回の配信は8月10日水曜日となります。お楽しみに、そしてそして本編の後は温泉プレミアム会員限定のおまけパートもあります。こちらもぜひ聞いてくださいね。ということで、お二人とも今日はゲストに来てくださってありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。呼んでいただいて。いかがでした？どうだった？すごくほのぼのとした空間を共に味わえて
なんか変な感想になっちゃいましたけど、でも本当に久しぶりだったので、うん、なんか関係性リセットしてたらどうしようと関係性がリセット怖い怖いかもだどうしようと思ったんですけど、いやすごく話せたし、なんかいろんな、うん、あの香りとかの情報、私も知らなかったこともなんかお便りで知れたりとか、そのアルスノトリアの愛を、視聴者さんの愛を感じることができて嬉しかったです、うん、はい、どうでしたか。いやあのね、もうエンディングだから言えるけどね、私こんなにおとなしいことない、そうなんですか。すごい、未だかつてなくすごいおとなしくラジオやってません。もうディレクターさんがうんうんうんいやでもね、なんかたまにはあこういう空気感のラジオもできるんだなって、新しい自分をもう最後で我慢できなくなっちゃったけどそんな、無理してないよ。いや全然ね、無理はしてないんですよ。なんかあのすごいね、ぬるま湯に浸かっているようなこの心地よさというかねぬるま湯ラジオだった、本当平和なラジオだなっていうのでね、本当になんかこのアニメになぞらえてじゃないですけどね、あったかい雰囲気のラジオだなと思ったのでね、また遊びに来たいなって思いますよね。でもなんかうるさいまっちゃんも見てみたい。うるさいって本当にね、うるさいって言われちゃう。じゃあちょっとこの後のそうだね、はい、おまけパートじゃあちょっと普段の、うん、普段のそのスタッフさんたちも知ってる、うん、知っている、ま、元気な、うん、元気なまっちゃん、うん、ちょっと見てみたい、うん、うるさくしてガンガン。わかりました。私たちもちょっとうるさくしようよ。やっとテンション上げ上げでいきましょう。できるかどうかわからないけど私も本当に二人に癒されて、あの前回はね初回だったっていうのもあったんですけど、うん、前回よりリラックスしてお話できたなって思って、うん、本当にいつも二人ありがとうございます。いやこちらこそありがとうございます。またぜひラジオゲスト来てください、うん、ぜひぜひ。はい、ここまでのお相手は笑うアルスノトリアスン、アルスノトリア役の久野美咲と、ピカトリックス役の雪村恵里と、アブラメリン役の松井恵里子でした。バイバーイ。